はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、さあ本日紹介するのはちょっと久しぶりになりますね。こちらになります。じゃーん、初音ミクフィギュアセカンドシーズンオータムバージョンです。はい、久しぶりのプライズ景品の、レビューになりますね。はい、なんかちょっと久しぶりな気がするな。はい、今ですね、ハロウィンがもうじきということで、ハロウィンがねあっちゃこっちゃでやってると思うんですけど、ハロウィンに関するものとかねはい、ミクちゃんも、今年もハロウィンコスになってフィギュアになって出てきてくれました。今回は前回ですね四季シリーズやったと思うんですけども、あれの続編になります。なのでセカンドシーズンというふうに書いてありますね。本日こちらの方レビューしたいと思います。はい、わしあとみくチャンネル。はい、早速、外箱の方から見ていきたいと思います。外箱はなんかハロウィンらしいカラーになってますね。オレンジと紫というような感じの2色が大きく使われてる感じですね。みくちゃんが大きくドアップで写されてるのと、横を見てみるとこんな感じ、角度違うところですね、後ろと横。はい、で、こちらが全体像というような感じになってます。結構よくできてそうですよね。うん、はい、でもう一つの横面がこんな感じになってて、元がありますね。うん、元イラストもなかなか可愛いですね。はいいや、前回も僕は 秋の、イラストが好きだったんですけども、今年もなんか秋の感じが良さそうですね。はい、では早速開けていきましょう。バカッと開けると、ここにもテープ、横と口のところ全部テープがあったよな。よいしょっと。はい、バカッと開けてみると、お、こういうタイプが入ってるね。よいしょっと。はい、スルッと出してみて、こんな感じですね。あ、結構可愛らしい。はいはい、なるほどね。ではですね、本体の方は台座とフィギュア本体だけみたいなので、細かいところをちょっと見ていきましょう。はい、それではですね、開けましたので見ていきましょう。まずは台座ですね。台座はこんな感じになってて、クリアパープルという風な感じでしょうか。絵柄は、コウモリだとかクモの巣、カボチャ、お化け、月みたいな感じになってて、あと墓もありますね。はい、実に何だろう、うん、ハロウィンらしい柄っていう風な感じですね。ちょっとこの妖怪チックというか、こんな感じのハロウィンらしくていいんじゃないかと思います。カラーもね、なかなか怪しい雰囲気が出てますよね。すごく似合ってると思います。はい、で、じゃん。はい、ミクちゃんがこんな感じになってます。では細かいところを見ていきましょう。髪の毛の出来が、そうですね、塗装部分はかなりいいんじゃないかと思います。うん、グラデーションが、あって、髪の毛の先に行くにつれてクリアになっていくと。で、髪の毛の先は完全にクリアになってますね。なかなかいいんじゃないかと思います。はい、なんですが、やっぱりちょっとプライズ景品であるところは隠しきれないみたいですねこのちょっと躍動感のある髪の毛の形、かなりいい感じなんですが、やっぱりちょっと雑なんですよね。うん、ちょっとこの辺バキバキだったりとかね、するから、まあこの辺がちょっと残念かなとは思うんですが、まあこの辺はプライス景品なのでしょうがないと思います。はい、で、帽子がね、この魔女みたいな帽子、かなり可愛くていいですよね。はい、指先がね、かなり造形がね、いいですよね。はい、ちゃんとはっきり造形できてていいじゃないかと思います。はい、で、服装なんですけども、服装は魔女をイメージしたようなこの服装、かなりいいですよね。可愛らしくていいんじゃないかと思います。胸元がセクシーなので、ね、またちょっと魔女らしくていいね。はい、オレンジ色のカラー、ピンク、空から白、黒という風な感じにカラリングが使われてるんですけども、うん、塗装羽とかは今回はあんまり気にならない感じかな。そんなに目立つような感じじゃないですよね。いずれも造形色のところもあるし、塗装のところもあるんですが、うん、特に羽飛びとかも気にならないので、うん、全然問題ないんじゃないかと思います。で、ミクちゃんが持ってるこのカボチャ可愛らしくていいですね。ハロウィンらしくていいとは思うんですけども、くり抜きがすごく綺麗にできてて、うん、なんかここの辺は雑味を感じませんね。はい、で、スカートのこの躍動感の部分、すごくよく再現できてるなっていう風な感じです。はい、タイツの部分もなかなかいい感じですね。はい、靴も可愛いし、ちょっとこの魔女っぽい感じ、すごく僕好きですね。はい。すごくミクちゃんらしくていいんじゃないかと思います。これは DIY で出してほしいなっていう感じがしますけどね。はい。では、そうですね。特に造形とかもなんか綺麗にできてるんで、ここが悪いっていうところはなさそうですね。顔も綺麗ですね。うん。はい。ではですね、台座の方に挿して完成させたいと思います。じゃじゃん。はい、完成しました。初音ミクオータムバージョンセカンドシーズンですね。はい、魔女コスということで、うん、なかなかいい感じですね。やっぱり秋のねイベントといえば、うん、ハロウィンだと思いますので、はい、こういったコスはやっぱりミクちゃんね非常に似合うんで、こういったコスはそうですね、今後も出してほしいなと思うんですけども、うん、すごく出来はいい感じですね。なんかさすが台東さんっていう風な感じがして、はい、大きさはまあそこそこなんですけども、 SPM ほど大きくはないんですけども、うん、全然
ちょっと机に飾る分だったらね、全然問題ない大きさなんで、すごく可愛らしくていいんじゃないかと思います。はい、へー、いいなこういうのも以前ね、ネンドロイドのね、あのハロウィンバージョンも紹介したと思うんですけど、あの子もすごく可愛かったんですけどね、この子もすごく可愛らしいですね。この子もネンドロイド化していいのよはい、まだですね、ゲーセンのところ置いてあるところは置いてあると思いますので、そうですね、気になかった方ぜひ、迎えてみてください。すごくできいいので、迎えていいんじゃないかと思います。はい、で、10月中にですね、またケイさんのクリスマスのミクちゃんが出るらしいので、そちらの方も出次第レビューしたいなと思います。はい、なんか結構1ヶ月に一遍っていう風なペースでポンポン出てるような気がしてくれてるのね嬉しいなと思います。はい、でこちらの方、四季シリーズのセカンドシーズン第1弾なので、第2弾第3弾の方も出たら、レビューしたいなと思います。多分第4弾まで出ると思うんですけどね。はい、その時が楽しみだね。いく、はい、というわけで、初音ミクフィギュアセカンドシーズンオータムバージョンの紹介でした。はい、プライス景品らしいですね。まあちょっと造形ではあったんですけども、塗装とかね、その辺は非常に気にならなくてですね、飛び跳ねとかもなかったので、非常に安心して迎えられてよかったなと思います。はい、なんでしょう、プライス景品って本当に個体差ひどい時はひどいんで、はい、まあ外れ引いちゃう時ではあるんですけども、まあ今回は僕はそういったことはなく非常に良い出来で安心しました。このちょっとね、光の角度でできる帽子の暗いところですよね、顔が若干暗くなるのも魔女らしくていいなと思いました。やっぱ魔女好きなんだな僕はい、まあ、僕のレビューでどこまで造形の良さだとかね、カラーの良さだとか、伝わったかちょっとよくわかんないんですけども、非常に躍動感もあっていい子なので、ぜひ迎えてあげてください。セカンドシーズンということでオータムバージョン、まあ次はそうですね、サマーバージョンとかも出てくると思いますので、出てきしたいレビューしたいなと思います。はいというわけで紹介しなばしいとミクでした。はい、またねー、またね。本日のプチミクコーナー、はい、では本日もですね、プチミクコーナーやってみたいと思います。なんかさっきから滑舌妙に悪いんだよなはい、本日紹介するのはこちらですね、よいしょっと。はい、かぼちゃのクッキーでございます。アニメイドの方で販売されてた、ハロウィングッズのうちの一つなんで、ミクちゃんのね、ハロウィンのフィギュアを紹介するとともに、こちらの方もちょっと見てみたいなと思います。アニメイドの方で販売されてました、かぼちゃのクッキー、買ってきました。なんか美味しそうだったんでね、普通に買ってきたんですけども、クッキー8枚入りということで、これで600円500円くらいだったかな。ピンポンなんですけども、ちょっと気になったね、買ってきました。ちょっとこちらの方見てみましょう。はい、はい、開けてみました、パンプキンクッキーということで、まあ、かぼちゃがね、描かれてますね。はい、怪しい感じだわじゃあちょっといただきます。なんか思ったよりしっとりしてるな。なんか一般的なクッキーってやっぱりあれですよね、なんかちょっとカリカリっていうような感じなんですけども、結構しっとりしてるクッキーですね。で、味がやっぱりかぼちゃの味がちょっとするのかな、パンプキンパウダーが入ってるんで。へえ、なるほどね。あんまり僕こういったお菓子期待してないんですけども、結構これ美味しいですね。悪くないわ。おそらくこの甘さは砂糖の甘さだと思うんですけども、なんか若干かぼちゃの甘さを思わせるような感じもしていいですね。なかなか美味しいと思います。で、やっぱりこういうクッキーには、じゃん、紅茶が一番ですよね。はい、いただきます。やっぱクッキーとかぼちゃじゃない、クッキーとかぼちゃね、かぼちゃのクッキーと、そうですね、まあ、クッキーとやっぱり紅茶がね、ベストマッチだなと思います。はい素晴らしい。アニメートの方でまだ売ってるとこは売ってると思いますので、近くにね、アニメートがある方、ぜひですね、見てみてください。結構おすすめです、美味しいです。というわけで本日のプチミクコーナーでした。またねー、じゃあねー、ピンポン。パシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。